アメリカ、ケリー・クラフト国連大使は、このほど、台北中ニューヨーク経済文化弁事所の李光翔所長と昼食を取りながら会談しました。クラフト氏は、今回の会談を歴史的な会合と称し、中華民国とアメリカの両国関係が強化していることを示しました。AP 通信、9月17日の報道によると、クラフト氏と李光翔氏は、 9月16日ニューヨークマンハッタン島上にあるオープンテラスで昼食を取りながら会談しましたこれは中華民国の高級外交官とアメリカ国連大使との初めての会談ですクラフト大使はトランプ大統領は台湾との関係強化に努めているため政府を代表して引き続き台湾との関係を維持したいと述べました また、台湾が国連でより活発に活動できるように、アメリカが最大限にサポートするなど、さまざまなテーマについて議論しました。クラフト氏は、台湾人2400万人の意見を聞き入れるべきだとし、北京の台湾阻害を容認できないと述べました。彼女は、アメリカが中国に立ち向かわなければ、台湾のみならず、香港などの問題に誰も立ち打ちできないと語りました。 李光翔氏は、クラフト大使が素晴らしい外交官であると称賛し、台湾とアメリカは民主主義、人権、法治において共通の価値観を持っていると述べました。1971年、中国共産党が国連に加盟したため、台湾は強制的に離脱させられ、国際機関から排除されました。現在、トランプ政権は台湾を独立した国家として WHO や 国際民間航空機関などの国際機関に加入するよう支援しています今年5月アメリカ国連代表団はすでに台湾の国連加盟を支持するとツイートしました今回の歴史的な会合はアメリカが中華民国政府の国連復帰を支援していることを示しています <music>